お客様のお呼び出しをいたします。フラワーキーパー様、フラワーキーパー様、いらっしゃいましたらお近くの劇場スタッフまでお声掛けください。お客様のお呼び出しをいたします。フラワーキーパー様、フラワーキーパー様、いらっしゃいましたらお近くの劇場スタッフまでお声掛けください。お客様のお呼び出しをいたします。フラワーキーパー様、フラワーキーパー様、おめでとうございます。ご自分で歌われますか？え？俺より上手いな。本公演はお客様参加型の特別プログラムとなります。お客様自身が物語の主人公となり舞台が進行します。悪竜王に打ち勝ち、姫との愛を紡ぎましょう。ここは血と歯車によって組み上げられた機械都市ガルディアでございます。
このガルディアという巨大な獣は周囲の都市を侵略し、むさぼり食らい、さらに大きく強くなろうとしておりました。そんな戦争の狂乱に巻き込まれた青年が一人、彼の名はアルフリード。女神の贈り物を求め旅に出た男の人、英雄になることを願い戦いに身を投じたものの、今はこのように囚われの身でございます。先を急ごう。出せ、我が剣は復讐のためにある。アルフリード、助けに来てあげたよ。ルーザ、どうしてここに？お姫様の勘ってやつかな。感謝してよね。立ち向かうか。これは女神の慈悲だ。どちらから片付けるべきか、それは女神の導き次第。地獄の番犬の爪と牙、とくと味わうがいい。あでやかで美しい剣さばきでございました。女神への渇望が彼に力を与えているのでしょうか。これなら英雄と呼ばれる日も遠くはないでしょう。さてと、ごきげんよう勇者アルフリード。私は死がない道化、余興に占いでもいかがですかな。今宵は特別な宴、何でもお答えしましょう。未来とは選択の繰り返しでございます。その度に道は分かれ、それらすべてを見通すことは叶いません。しかしながら、出会いで始まった物語が行く先は一つ、別れでございます。さあ、ザレ事はここまで。そろそろ次の演目と参りましょう。ドラゴンの方向におののくがよ。
るものすべてを魅了する見事な剣舞。これぞまさに英雄の立ち回り。一度は捕虜となり翼を折られたアルフリード。されど彼は諦めず再び飛び立とうとしているのでございます。では失礼して。ご感激の皆々様方、英雄を目指す青年と勝ち気な姫君をめぐる物語も残り一幕と相なりました。名残惜しいのはこの道家も同じ。しかし出会いと別れは表裏一体でございます。我々にできるのは思い出をこの胸に刻むことだけ。皆様、悲しみを乗り越える準備はよろしいですか？エクセレント！この物語はラブレス、愛なき世界に終止符を打つ時が参りました。悪竜王バルバドスの弱点は真実の愛。勇者アルフリードよ、まことの愛を見せるのです。最愛のものを選び、今こそ運命の口づけを。さあ、最愛のものを選び足を踏み出すのです。さあ、アルフリード。ふざけるな。愛などすべて幻だ。我が剣に女神の祝福を。翼は立たれた。深淵で安らかに眠れ。やるじゃん、さすがは勇者。姫様が褒めて信ぜよう。よく頑張りました。お前の行く先に待ち受けているのは女神の贈り物か、はたまた復讐の豪華。せいぜい踊り続けることだ、勇者アルフリードよ。運命の糸が切れる、その時まで。ねえ、見て。でも行くの？大好きな人たちが待ってるんだ。わからない、わからないけど、でも絶対に死なないで。
もちろん、ここに帰ってくるよ。約束なんかなくても待っていてくれる人がいること、俺は知ってるから。おいしいとこ持ってくね。
おい、次回公演は私が主役だからね。マテリアの歌でデビューか。まあまあまあ、本日のゴンドラの運転は間もなく終了します。チケットをお持ちの方はお急ぎください。よし、次はゴンドラにシュシュシュ。